今回は女キャラでいこうかな。前回はね、男キャラでいったから。とりあえずちょっと、まあ、髪型の色も変えられるでしょう。なんと呼びましょう。それはもう、シナンと呼んでください。もうぜひ何?シナンくんと呼んでほしい。でも、くんってつけたら、もしかしたら、あ、じゃあ、しくって。シナンくんってさ、つけたらさ、シナンくんくんになっちゃうかもしれないから、ちょっと、一旦ね、シナンで。私も女にした。いや、可愛いよな、光。光じゃないけど。わー。服が現代っぽいけど。あ、スマホ。わー。タイムスリップ系?わ、わ、光っとるよ。わー、音量バランス大丈夫?スマホが、わー、光って大丈夫?触って、それ。焦げない?アルセス見てる?いや、出会ってるじゃん、最初に。伝説のポケモンと。わー、すごい綺麗。魔法陣みたい。ポケモンレジェンズ、アルセウス。あ、現代の服着てるわ。完全にタイムスリップ系なんだね。さあ、ちょうどね、今、この地に降り立ちましたけども、左上がやばいね。うわ。クポー クポーオタクですか?この子たちはポケットモンスター、縮めて、ポケモンと呼ばれる不思議な生き物です。それで、君のお名前は?僕の名前はシナンです。へえ、シナンくんというのですか。やっぱりこれくんつけなくてよかったわ。おお、かわいいポケモンたち、どうして逃げたりするのです?逃げたポケモンたちを追いかけるのです。追いかけますか。そのポケモン1匹くれるんですかね。僕に得があるんですか、それを追いかけて。あ、動ける。ダンテポーズできる。あ、できないわ。できないわ。なんかこの狭間とか、あ、登れそう。登れた。 ここのちょっとの坂登れるぞ。さっきのあれだ、アルセウスのスマホじゃん。 こんなことをしてる場合じゃない。 とっとと触りましょう。すごい持ちにくそう、このスマホ。すごい、サンダルで来たんだ。結構、南国から来た?もしかして。半袖半ズボン。あ、短パンいいな。オタク出てるな。攻めたデザインすぎるスマホだな。確かこれ、公式のポケモンセンターで売ってたよね。本物が。スマホカバーで売ってたよね。はい、モンスターボールです。これを投げてポケモンを捕まえるのです。野嵐可愛いよね。シナンはモンスターボールを50個。いきなりめっちゃもらえるけども、バッグないですけど、どこにしまってるんだ?最近開発されたばかりのボールをポケモンに投げると、なんとポケモンは小さくなってモンスターボールに収まります。不思議だね。どういう仕組みなんだろうね。ね、こんな、なんだっけ、めっちゃでかいポケモンとかさ、伝説のポケモンもこんなちっちゃいのに入るんでしょ?モンスターボールに、つまり捕獲できるというわけです。不思議な世界だ。他に頼る人はいません。逃げた3匹の捕獲をお願いするのです。捕獲するにはポケモンをよく狙ってボールを投げる。とてもシンプルです。そのシンプルさがこの博士はできてないってことなんですかね。 捕まえられないってことは。僕には狙ったところに投げる才能がありませんからね。やっぱりそうだ。 やっぱりそうだ。口の周りにスイカの種つけるぐらいだからね。投げれると。これ偏差あんのかな。ここ。あ、当たった。ちょっと偏差は少なそうだね。あ、捕まった。ほっ。はい。ほい。バレても大丈夫そう?あ。あ、出てきちゃった。おう、あ、悲しい顔して。正体不明の君ですが、ポケモン図鑑完成という目的のため、僕は君を歓迎します。ありがとうございます。時給900円でいいので働きますよ。貴重なポケモンたちですが、この子たちは皆、君に興味があるようですし、さあ、どの子を相手にするの、相棒にするのですか?悩む。ちょっと1時間ぐらい時間ください。あ、ダメですか?モクロ、モクロいいな。見た目一番気に入ってるかもしんない。いや、モクロかな。モクロ。クポー。
オタクさんついてきます。進化した時のことを考える。確かにね、ちょっと見た目が重視だもんな。プシュッピシャッ。残りの2匹選ばれたモクロを応援しているみたいだな。嫉妬だよ、応援なわけ。まあ確かにな。え、なんで俺を選んでくんなかったんだよみたいな気持ちなんだろうな、多分。自分はわら胃腸紹介のものです。え、女の人、この人。あなたの噂を聞いていますよ。空から落ちてきたとか。自分としては気になって気になって。なんとポケモンをお持ちとは実に興味深い。ガリレオ、シロナさんの男は、あ、男なんだ。なんか本当にシロナさんっぽいよね、見た目。片目隠してるし。え、チョケピー、チョケピーいますけど。わ、なんかこう表示かっこいいね。え、走れるんだけど。いけトゲピー、オタクを倒せ。すごいすごいすごい。え、何この絵画、なんか写真があるんだけど。あ、え、ポニータじゃん。集中して。ちょっと周りのこと気になっちゃった。わ、すごい。え、一人称、一人称視点になれるんだけど、すげえ。あ、酔いそう。かわいいね、かわいいね、コリンク。あ、メスなの、コリンクちゃん。ねえ、うろうろしちゃってかわいいね。よいしょよいしょよいしょ。風が欲しい。うむ、お前が死なんだな。はい、よろしくお願いします。ポケモンとは恐ろしい生き物、心して調査に励め。どこぞの大きな。あ、捕まえられそう。ほっ。あ、怒られた。怒んないで、怒んないで。うわ、怖すぎ、怖すぎ。ロンリーソロ、ほら、よいしょ。お、え、いるぞ、ポニータ。ソロリソロリ、ほい。いいぞ、どうだ。うん、よいしょよいしょ、やったー、ポニータゲット、ウェーイ。ほい、よし、ウェーイ、オッケー。やばい、これずっとできるよ。無限にできるけど。先にちょっとあいつに話しかけるか。この辺りにはブイゼルってポケモンがいる。さっき捕まえた。さっき捕まえちゃった。コリンクみたいに気性が荒くて技を放ってくるから気をつけろよ。捕まえるなら戦いを仕掛けるんだ。え、戦わずに捕まえられましたけど。あのポニータでかくね。え、めっちゃでかくね、あいつ。やばそう、やばそう。ちょっと音楽もやばい。怖い、怖い、怖い、怖い。え、ギャロップなのあれ。ギャロップ進化系？あ、角生えてるわ、あいつ。やばい、あいつに関わっちゃいけない、まだ。では、調査報告について説明します。はい。お金をもらえる。レベルと数字に応じて、嬉しいね。来ました。はい。わはめっちゃ捕まえてる。こんなに捕まえた？好きな餌。え、好きな餌とかも出るんだ。わー、これ重要かも。いいね、チェックが入ってる。いいね。いや、ちょっとこれ、嬉しいかもな。だんだん集まってくるの。やったらー、やったー。技の伝授。どのポケモンない？ムクロなんか覚えられますか？あ、お金で買える。それぞれなんか違う技を覚えられるんだ。クムソは？あ、技マシーン。そうだね。今回なんか技マシーンなさそうだよね。だから、これがその代わりかな。なんかポケモンいなくても鳴き声聞こえるね、ここら辺。ほら、こういうさ、見えない場所で鳴き声がするのってちょっとリアリティがあって。いいね。じゃあちょっと次回の配信でまた会いましょう。ポケモン配信でお会いしましょう。では、おつしな、バイバーイ。